京成3050型による団体臨時列車が運行されました。京成トラベルサービスは、今日2日、3050型の貸切列車で行く、3400型、3500型、3600型による幕回し撮影会 in 相互車両基地を開催しました。京成3050型は、2010年7月に開業した成田スカイアクセス線経由で運転されるアクセス特急向けとして製造された車両です。3000型の7次車として8両編成6本の計48両が製造されました。2019年からは順次オレンジ帯に塗装が変更されてきました。空港アクセスのシンボルである飛行機や沿線各所のイメージイラストが車体に描かれています。しかし、3100型の導入により、京成本線への転用が進んでおり、オレンジ帯は3056編成が残るのみとなっています。今日2日は、京成トラベルサービスによる団体臨時列車として、普段走ることのない京成本線で運転されました。貸切列車は、京成上野駅を9時9分に発車し、相互参道駅には10時7分に到着しました。その後、相互車両基地に入庫しています。相互車両基地では、3400型、3500型、3600型の3編成を並べた撮影会が開催されました。これで、4月2日の KAB ニュースを終わります。